The next participant is Yang Hong from Case Western Reserve University. His speech is Otaku ni mie nai watashi. I do not live like an otaku. As an otaku, the stereotype on otaku has confused Yang for a long time. He tried to alter his experience to get rid of it. However, even after he became a person who doesn't look like an otaku at all, he still cannot eliminate his prejudice towards his hobby. けれども、昔の私はちょっと太っていて、メガネもかけていて、今よりオタクだったんです。私は高校からオタクとなっています。他のオタクと同様に、萌えアニメ、萌え絵を見たり、気に入ったキャラクターを花嫁と読んだりしていました。周りはオタク友達がいっぱいいたので、私は高校の3年間を平和に送りました。しかし、高校を卒業した後、問題が現れました。若者の中でも、激しくアニメなどを愛している人は少数ですが、オタクの趣味を理解できない人は多数だという事実が分かりました。例えば、初めて会う人との会話は、大体このようなものでした。私からの、わせ、あ、こんにちは。暇後に何をする？俺はアニメだよ。あ、アニメーションですか。僕もたまに見ますが。え、ほんま？お前の嫁さんはどこかい？ちなみに俺はツンデレの子なら全部いけるよ。え、あ、それはちょっと、こんな微妙な会話はありらしいでした。そして、かけて気持ち悪い男なんて悪口を言われるのも普通でした。状況をチェンジしたかったんです。私はせめてオタクっぽくない格好に変えようと考えていました。その後、毎日自転車で通学して20キロを痩せました。それにメガネを外してコンタクトにして今は格好になりました。今は初対面の人、特に女の子に俺オタクだよと宣言すると相手は全然そう見えないとか信じられないとかってびっくりします。どうだオタクでもかっこいいぞと俺はドヤ顔をして言おうとしたところ、でもさ、イケメンなのにオタク、残念だね、なんてひどいことを言われてしまいました。結局オタクへの偏見はどうやってなくせるのかわからないんです。それでもオタクとして生きているのも悪くないのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。私も20キロぐらい痩せたいと思ってるんですけど。
ダイエットを自転車でダイエットじゃなくて、どのぐらいの期間かかっちゃう？まあ、三ヶ月。三ヶ月ぐらい。毎日自転車で通学して、三ヶ月で20キロ。そうですか。私も今日からやれば、2ヶ月ぐらいで痩せますからね。どうもありがとうございました。